山本正人、山崎たけしと、プロ野球山々話。プロ野球生活32年、50歳まで現役を務めた山本正人。プロ野球生活27年、セパ本塁打王に輝いた山崎たけしがプロ野球界のマル秘エピソードを披露。トークテーマはくじ引きで決定。何？面白い外国人。いや、あんないるよ、いっぱい。いっぱいいる。どう？もうなんかあまりにも助っ人外国人いっぱいいるから、もう一緒にやってた選手の名前を忘れることありますよね。ある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 。ね。でもまあ面白い外国人選手いっぱいいたね。まあすごかったのもね、多かったけど、面白かったのね、あの昔ヘンリーっておったじゃん。ヘンリーいたですね。ヘンリーがさ、もうリリーフ専門で入ってきたじゃん、うん、あれ93、4年かな、ヘンリーがいたの。あれめちゃくちゃ体でかくてね。そう、でかくて球速くてね、うん、でもまっすぐとスライダーしかないんだけど、彼は生まれてからリリーフしかしたことない。へー。野球やってね。それで当時延長戦は延長15回までだったの、うんうんうん、それでね、真夏の長良川球場で延長戦の10回ぐらいから出てったの、ヘンリーが、うん、リーピチンさんね、15回まで投げたのね。そのまま引き分けたけど5回、5イニング。もうね、あの時にヘンリーが真っ白な灰になってたんだよね。灰になってたの、本当にロッカー帰ってきて、とにかくね、明日のジョーの座り方してたんですよ。白くなってたって、ね、白く真っ白けになってて、髪の毛も白く見えたの。あ、もうね、もう精魂使い果たしたってやつ、ね、もうね、あいつね、すっごい汗かきなのよ、うん、とにかくね、アンダーシャツがもう1枚で絞れる、あの1イニングでもうジャージャー流れるぐらい出るのね、うん、もうね、5イニングで痩せたし、座り方がこういう長椅子にね、こうやって真っ白になって座ってるの見てね、うわ、ヘンリーよう頑張ったなと思ってね。いや、ヘンリー覚えてますよ、僕も。まっすぐとスライダーしかないんだよ、うん、で僕はね、汗はヘンリーで覚えてるのは、うん、当時あの時にあの松井さんってキャッチャーの、あの広島から来た、いたでしょ、ね、うん、で松井さんが、おい、たけしって、ヘンリーと相撲取れよって話になって、うんうんうん、あ、すっごいでかかったじゃないですか、うん、でかかったよ、2メーター弱あって、うんうん、で、さすがに上手けし相撲やったけど、ヘンリーは投げることできねえだろうって言って、いや、僕投げれますよって言ったら、じゃあやるって言って、事情説明して、じゃあね、相撲やろうって言ってやったんですよ、うん、そしたらなんと僕ね、ヘンリーぶん投げたんですよ。いや、まあ投げるよね。ヘンリーをあの上手投げで思いっきり投げたったんですよ、うん、で、それをね、まだね、松井さんに会うと、うん、お前ヘンリー投げたよな、すげえよな、野球のことでもうちょっと褒めてくださいよってね。それヘンリー投げたらすごいよ。それを覚えて、ヘンリー僕投げたんですよ、ぶん投げだったんですよ、うん、でもすごいね、一発目にヘンリーが出てくるっていう ね、ヘンリーって知って1年のみだよ。多分ね、ドラゴンズの方もね、覚えてないと思うな、あんまりね、ヘンリー、うん、そうだな。でも僕はね、やっぱね、衝撃的だったのはディオン・ジェームス。ああ、ジェームスね、あいつが、日本に来る時にはヤンキースのね、バリバリのメジャーリーガー、うんうんうん、こうね、うん、ドラゴンズに入ってきた時に、沖縄キャンプがあるじゃないですか、うんうん、で、沖縄キャンプ行った時に食事会でご飯行こうことになって、うん、ホテルから飯屋さんにタクシー乗るですよね、うんうん、って行った時に僕ね、ジェームスと一緒にタクシー乗ったんですよ、うん、そしたら、あいつあのタクシー代がね、1500円ぐらいだったんですね、うんうんうん、そしたらあいつパッとこう1万円出して渡したんですよ、うん、そしたらあいつ1万円タクシーに行ったら、オッケーオッケー、チップチップチップっていうわけですよ。やばいね、それは。おいで、それこいつやっぱメジャーリーガーすげえなと、うん、で、帰りも一緒になったら、やっぱり1500円で、おいよ、1万やったら全部チップなんですよ、8500円チップなんですよ。なんで？ほいで、これで僕らもう2軍じゃないですか、うん、これはもうジェームスと絶対タクシー乗ろうと思って、うん、で、タクシー乗るとあいつ全部チップだから、うん、タクシー乗ると、あ、ががが、お釣りちょうだいって言って金ないから、まあ当時 ね、当時金ないから、うん、で、1万円出すから、うん、オッケーオッケー、ジェームスオッケーって言ってもらって、
であいつチップでやるから全部あいお釣りちょうだいってで僕全部行ってポケに入れてよくやってんねそんなことあったんだそうそうあいつ何でも1万円でねチップでやっとったんです長嶋さんもそうだってもんねさすがに僕ねやっぱりメジャーリーガーってすげえな、うん、野球は全然すごくなかったですけどね、うん、すごくなかったねさっき相撲の話出たじゃない、宮古さんが、うん、落合さんが来る前ね当時、落合さんが来られたのは87年かな、うん、中日に、87年の秋のキャンプでそれまで宮古さんがうちで一番強かったんです相撲がそしたら落合さんがその噂を聞いてあのやったの、うん、あっさり負けたんだよ宮古さん、うん、そしたら宮古さんがおマサやってみろよでお前も強いやんかっていやいやいいですよそしたら落合さんやろうっていうの、うん、アップ前に、うん、でねじゃあまだ俺ペーペーだよ、うん、300何十万の選手が当時1億初の球界初めての1億円選手に投げらんないじゃんパッて組んで、うん、もうずっとこのままでさそしたら動かないんだよ両方ともやっぱりでねもう2分ぐらいもう大相撲ですよ、うん、で落合さんが上手投げ仕掛けてきたところ僕が釣り上げて、うん、そ外出して勝ったのね次の日またやろうって来てさ負けすぎないね思ったらまた大相撲ですよでも俺あの懐が深くて、うん、なんかうまくこう腰引くとね届かないみたいな、うん、うまくで俺うまく取ってたんでただこれ投げれると思ったのなんだけど投げて怪我させちゃやばいからまたこういう風に釣り上げて、うん、今度その辺一周回ったね俺、うん、それで勝ちだったんだけどお前、うん、だから落合さんと相撲取ったのいい思い出だねあの頃87年の秋だったから結構みんな相撲やってましたよね、うんうん、この人はあの外国人の話たちあ外国人の話ねあとねそうだね面白いやつ面白いいっぱいいるよバンチとかあバンチもねいいやつでしたけどねバンチねバンチ ね、 あの ねいいやつだったねあの時と一緒にいたギャラードと仲も悪くてさすごくな悪くてあそうギャラだとしてもギャラードはいつこれに細かくて ねやんちゃだったよねギャラードねもうそれもねもう今では言えるけどねいや俺1セーブしたら何百万もらえるんだよってあいついつも言うんですよ、うん、そうすると野手の連中こうねこうテンション下がっちゃうんだね、まあ、そりゃそうだね俺これ1セーブしたら何百万もらえるからもういつでも俺は投げるぜなんて言ってねもうバンチはね本当にギャラードは結構真面目なというかちょっとこう硬くてやんちゃな感じなんだけどもうバンチは柔らかすぎるのねでもいつも全裸なんですよロッカーでとにかく全裸なのもう風呂入り行く時も全部取って全裸なんですよ全裸で名古屋ドームのお風呂まで行って全裸で帰ってくるのそれでそのあんまりちょっと下品な話もなんだけどなんかこう人につけたりするんだよね抱きついたりねそうだからもう本当にでもねあのすごく素直でね、そうそうそういい性格良かったあの遠征の時はで俺が行くとね俺と先乗りする時は、うん、通訳が来ないのよマスさんならいいやつ、うん、だけどあれも日本語喋れないじゃん、うん、そうね先乗りして飯食わさないかんの例えば広島行って飯食わず、うん、横浜行って飯食わずで2人じゃない話がさもういつも続かなくてねでもさ、ね、いつもいつもでもね彼は先乗りじゃね遠征にねスーツ着てこないんだあれ、うんうんうん、いつもジーパンで来るのデニムで来んのお前いつも言うなお前スーツで来いって言うんだけど何回言ってもデニムなのデニムにポロシャツ、うん、だからもう何回も言ったけどまあでもいいやつだったねノーヒットノーランやって、うん、いやいやいや最多勝も取ったよね、うん、あすごくバンチはあの本当ね試合中には気荒くなって普段はねあのおとなしくてそのギャップが可愛らしかったけどまあでもなんかこうドラゴンズではいい、ね、外国人というかああいや有料だったよ、ねうん、ギャラードはね外国人だったなっていうギャラードはとにかくプロレスが好きでさ、うん、であのみんなになんかこう羽交い締めして首絞めてタップ取るのが好きだったのあいつねあのとにかくみんなの首絞めるのよでタップ取ったらわーいみたいなことやってたのそしたら調子こいて俺のところにも来たのよあの外野でさセンターにこう、うんうんうんネットでストレッチしたら俺のところにバーって来てそしたら俺ちょうどねあの合気道とかやってたこと あるんで手首取ってひねったら外れたのね、うん、俺が逆にこう締めたの、うん、そしたらあいつがタップしたの涙目でそしたらみんなもう拍手みんなやったーってギャラとかやられたってほいで今度ロッカーでさ俺こうやってさロッカーで座ったの、うん、そしたらあいつさ後ろでまた飛びかかってきやがってこうやって
そしたらまたこれ手首取ってさギュッてやったら外れてたらまた閉めてさ、まあ、それ以来聞いてないんだけど、ギャラードはちょっとねその何首締め癖があったのね。みんなの首を締めてこうタップ取るのが好きだったんだけど、俺は2回逆転でタップ取ってないんでくだらない話だけど、いやいや、まあだから外国人ってね、まあその僕はその監督も外国人2回やってるし、やってるね、レオンとブラウンやってるんですけど、うん、でもねやっぱ外国人の監督もこうやるのも一つ勉強になったなと思うんですけど、レオンはねあの石毛さんが4月でちょっとね、うんうんうん、ダメになってずっとまあほぼワンシーズンやったんだけど、いきなりミーティングで行ったのはねすごい印象的で、うん、選手に言ったのが、いやこの試合はもうお前らの好きにやってくれと、うん、だけど最後の7、8、9だけは俺の言うこと聞いてくれって言うんですよ、うん、だから1回から6回まではお前ら好きにやれと、ノーサインでね、ノーサインでいい、まあ、たまにはサイン出すかもしれない、基本的にはほぼ選手の能力でやってくれはいいけども、最後の3回だけは俺の言うこと聞いてね、うん、あとは好きにやるっていうの、うん、そういう監督だった、まあ、そういうふうに言ってくれるといいね、うん、だからあとね面白かったのは、レオンは試合終わると明日のスタメンも白板に書いていくんですよ。おあ明日これ、あ、まあ、準備しろって、ね、試合終わってもうバーッと明日のラインナップってバーッと書いてあるんですよ、うん、で基本はこれだよって、でまた次の日行った時にねちょっと調子が悪いとか、まあ、体調不良とかね、そういうところで変わることあるけど、うん、基本は変わらないよ明日のスタメン。でなんでこれこんなの書くのって言って言ったら、いや今から準備できるだろうって、うん、だから俺はもうあの試合終わった後の明日のスタメンはこれだっていいってね。あでもパリーグはその予告先発っていうのもあるよね。うん、まあセリーグはね、うん、そういうのができないからね。本当はね外国人ね今パッと言われてやってるんで、思い出したらもっとすごい面白い話いっぱいあると思う。いやもう切りないと思います、うん、またこれも次回でちょっと話しましょう、うん、ね、はい、次回はご覧の日時に配信予定。気になるテーマは？こうこったい。